大阪医科薬科大学 LD センターウェブ講演会をご視聴いただきありがとうございます。本日は起立性調節障害ってどんな病気、起立性調節障害は生活学習にどう影響するの、起立性調節障害の理解と対応について大阪医科薬科大学小児科の吉田誠二先生にご講演いただきます。先生は専門領域は心身症、自律神経です。医学博士であり、小児科専門医、同指導医、子供の心専門医、心身医療専門医、漢方専門医でもあられます。また、日本小児心身医学会理事、日本自律神経学会評議員も担われております。先生は大阪医科薬科大学病院小児科で心身障害を担当されています。また、ご自身で起立性調節障害、クラスメートに知ってほしいことという YouTube を企画し、作成もされております。それでは先生、本日の講義のポイントを教えていただけますか？はい、ご紹介いただきありがとうございます。大阪医科薬科大学小児科の吉田と申します。本日、起立性調節障害のですね、疾患概念、それから、治療法、こういったことについてお話しさせていただくんですけれども、主にはですね、病院で取っている、医療機関で取っているアプローチ、そういったことを説明させてもらおうと思っています。ただですね、そういったアプローチの中にですね、やっぱり学校で現場でですね、使えるアプローチも多々あります。というか、薬物療法以外はですね、全て学校でもできるのかなというふうに私は考えていますので、大いに参考になるところあると思いますので、ぜひ、ご視聴ください。それからですね、OD だけでなくですね、心身症一般になるんですけれども、この苦しみについてのどういうふうなことを理解して、どのふうなアプローチが必要か、そんなこともですね、含めてお話しさせてもらっていますので、この機会何か得るものがあればと思っておりますので、最後までどうぞ見てくださったら幸いです。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは先生、ご講演をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。大阪医科薬科大学小児科の吉田と申します。本日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。起立性調節障害は本当に最近増えてきております。コロナの影響も、受けていると思います。そこで学校対応とか困られている方もいらっしゃると思いますので、本日は2時間の予定ですが、一緒に起立性調節障害について勉強していければと思っております。どうぞよろしくお願いします。では早速ですが、起立性調節障害の理解と対応について説明していきます。よろしくお願いします。多くてですね、なかなか病気として扱ってもらえないという一面があります。で、実際病院に行ってもですね、ドクターの方の知識が、起立性調節障害ということに対してですね、理解がなければですね、血液検査でも異常が出ませんし、ちょっと怠けてんじゃないかとか、ちょっとした心社会的なストレス、そっちの方の話に流れていってしまってですね、身体的アプローチがおろそかになってしまうなんてこともあるのかなと思います。そうですね、学校の方ではですね、医療機関でどのような形で診断されていくかを、知っていただいてですね、それで、起立性調節障害を疑われる患者さんがいるのならば、受診を進めるとか、例えば試験とかですね、あったときですね、試験で頭痛くなる、お腹痛くなる子も実際います。でも、痛くならない子も当然います。で、試験というストレス自体はですね、みんな一緒ですよね、負荷については。結局、こちらが、患者さん側のこちらのストレス耐性の違いで、症状が出るというふうに考えることができると思います。じゃあこのストレス耐性何かということですね。これは生物学的素因としてはですね、その子の発達障害のことや不安のこと、それから生育環境で言えば家庭環境とか虐待とか、そういうことも影響しているかもしれません。生活環境で、
で、まず1、どんな治療法が準備されているかといいますと、疾病教育、2、非薬物療法、3、学校への指導や連携、4、薬物療法、5、環境調整、6、心理療法です。で、この4の薬物療法というのはですね、実は中等症以上の患者さんに対して行われることです。軽症の患者さんに対してはですね、この1、2、3で対応していくことが望まれます。はい、では、これについて順番に見ていきたいと思います。まず、心的苦痛、そしてスピーチュアルペイン、まあ、実在的な苦痛。この4つから構成されているというふうに考え、まあ、それぞれはお互いに影響し合うもので、というふうに考えていくわけですね。でこれにのっとって OD の子たちを見ていったらどうなるかと考えますとですね、まず身体的苦痛は、まあ、痛みなどの身体症状や、それから日常生活の支障などがどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。本日は先生に起立性調節障害についてお話をいただきました。どのような病気であるかということだけではなく、様々な支援の方法や家庭教育現場でも使えるようなお話もいただけたかと思います。今後の関わりの参考にしていきたいと思います。本日はどうも貴重なご講演ありがとうございました。